まあ、もっとね本格的にこういったアウトドアやるんだといろんな道具を揃えたりしなきゃいけないんですけど、あ、5人も来てる。声は少し聞こえないかもしれないけどごめんなさいね。今日はね、今、YouTube 用の、動画も撮ってます。ここからね、今そこのカメラまで少し遠いので声は、聞こえづらいかもしれませんね。だからコメントもちょっとね遠いから読めないかも。いつもはね、パソコンの前でね飯食ってんですよ、一人で。まあ当たり前ですけどね。で今日はね、まあせっかくだから、海辺で肉でも焼くかということで海辺やってきました。でこの間もね使ったんですけど、このコールマンのコンロ、これでね肉焼こうかなって思うんですけどね。これね、これわかるかな、コールマンのコンロで。一応ね YouTube のねステッカー貼ってみました。あ、勝弘さんこんばんは。また野外ライブですよ。また野外ライブです。ちょっとね声が遠いかもしれない、聞こえなかったらごめんね。それで今日はね、このね100均で買ったフライパン、100均で買ったねフライパンです。すごい音が安っぽいでしょ。なんかサンバとかで、ね、踊りたくなってこない？なんか。でね、何を焼くかっていうと肉を焼きます。イベリコ豚を焼きます。見えるかな、イベリコ豚。イベリコ豚の上にもやしと、ここにね玉ねぎがあるんだけど、お、貸し付きさん、お、肉来た。そうそう、あの豚だけどね。あとはもう焼くだけです。もう具はねただイベリコ豚ともやしと玉ねぎと、この玉ねぎはね私がバイトをしてる農家からもらったものです。ただもやしはね19円でした。
でこのイベリコ豚は昨日買ったんですけど、ね、2枚で600いくらが半額だったんで2枚で300円ちょっとですね。だからまあ1枚100何十円って感じですね。だから、これあと塩コショウだけなんで、あとそれに醤油を少し振りかけますけど、まあ、原材料200円かかってないなこれ200円かかってません、まあ、そんなもんですよ。でこのねフライパンは100均だし、ちょっとね風を遮る本当はねあれが必要でしたね。こういう遮蔽するついたてっていうのかな、それが必要だったね。まあでもいいか、あまり細かいことを言うのはやめましょう。いつもはね部屋で、コンロのガスコンロの前に座って一人で食べてますよ。でもまあ一人って言っても猫が足元にいるんでね、何匹か寄ってきますけど、まあたまにはねこういうのもいいかなと思って、でもうちょっとね本格的にいろんな道具揃えてきちっとやってもいいんですけど、まああんまりねそういうこと言い出すとキリがないから、あるものでね、今あるもので、できる範囲でねこういうことやってみようかなと思ってね。いいでしょこういうのも。なんかね経済的にはね正直言って貧乏ですけどね、でもだからって言って気持ちまで貧乏になっちゃったらね、心の貧乏っていうのが一番嫌だから、まあ、心はね少しだけ贅沢かもしれません。百何十円でね買える贅沢、百何十円の夕食ですけど、あでも百何十円じゃないな、それにプラス100円ですね。実はね発泡酒があるんですよ、ビール、まあ一応ビールかな、一応ビールじゃあ乾杯しようかな、乾杯、チアーズ。いやもう我慢できないから飲んじゃった、一本しかないんですよね。だからこれが開いたらもう終わりなんだけど、まあでもね我慢できなかったし、肉ももうじき焼けると思うんで、さっきまでねYouTube ライブの撮影をやってたんですけど、やっぱりね結構大変ですね、YouTube ライブを iPhone で中継しながらで撮影一人なんでね、何かスタッフがいてくれればそんなことないんでしょうけど、一人で全部やるってなるとまずコメントの読み込みがねできないんで、だからコメントの読み込みやるとするとこの辺にねiPhone を置いてやんなきゃいけないと思うんですよね。そうすると撮影が近くなっちゃうし、だからコメント読み用と音声を取るマイクとは別にしなきゃいけないですよね。だから結構難しいですね。だから一応ライブ見てくださった、まあ、10人くらいもう来てくださってたんですけど、申し訳なかったんですけどちょっと中断しちゃってね、だからこの動画は本編で上げちゃいますけど、だからこうやって、イベリコ豚って本当に脂が多いから、イベリコ油なんか全然これ引いてないですよ。でこんなの100均のなんちゃってフッ素コートだから全然ねあれなんですけど、イベリコ豚の油だけでこんな感じ見えますかね、見えるかな。あとイベリコ豚のねもうね油だけで十分 OK です。ちょっとね風よけがないんで不完全燃焼してますけどね、コンロが。まあでも
まあとりあえず肉焼くくらいの火力はあるんで。またね、あのキャンプ用品も他にいくつか古いの持ってるんで、また引っ張り出してきてね、あの調子を見ながらね、もうちょっとちゃんとやりたいと思います。で今日はね、ただ、肉をね食べてみたかったと、海辺で。あ、太陽が沈みましたね。今日の夕日も一応撮っておきましょうかね。ちょっとね、今火を強くしました。火が弱すぎたんだね。まあね、こういったこともちょっとずつまた思い出していきながら、もう随分ね、こういったアウトドアでこういう、まあ、キャンプとかそういうことするのももう何十年ぶりだもんね。だからみんな忘れちゃってるんですよね。でもできたみたいだね。これでやると焦げちゃうんで、じゃあイベリコ豚のステーキいただきます。あ、そうだ、ちょっとだけねお醤油をね、ちょっとだけお醤油をかけてやれば多分美味しいと思う。あんまり凝った調理してないんですけどね。うん、マヨ。同じものを食べても部屋の中で食べるのと、こういった外で食べるのと全然違うよね、やっぱり。だからたまにはね、せっかく海の近くに住んでるから、こうやってねインドアばっかりじゃなくてアウトドアでね、うん、なんかむしゃむしゃ言ってるのがね、マイクを多分拾ってると思うんだけど、すいません、なんかお行儀悪くて。でもね、こじゃれた店でね、ものすごいお金出して、それはそれでいいと思うんですよ。私も嫌いじゃないし、そういうとこ行くの。でもそんなお金使わなくても、あ、しまった、サニーレタスを乗せるの忘れた。まあいいや、今度はね、もうちょっと準備をちゃんとして
まあお金をかけないでゴージャスなね、まあアウトドアランチとかディナーとか、そういったね動画を、あと段取りももう少し良くして皆さんにお届けできればと思います。うん、うまい。もっとねおかわりしたいくらいだけど、まあこの辺で我慢しておきましょう。腹八分目って言いますからね。今回はね初めて、アウトドアでこうやって、晩ご飯っていうかご飯食べてみましたけど、まあ、私のね YouTube 見てくださってる人で、まあ来たいっていう人がいたらぜひあのメッセージいただければ、またこうやって一緒にご飯食べましょう。まあね本当はご馳走したいんだけど、まあ、冗談抜きで今経済的に苦しんでね、割り勘でちょっと格好悪いけどね、まあ、材料だけ買って、まあ、道具とかねそういったものは別にお金取ったりしませんから、ぜひ一緒に、まあ、夕日でも見ながらね、まあ缶ビール1本、あんまり深酒するとねまたあれだから、まあ別にいいけど、お酒が好きな人はぜひいらしてください。このね夕日が沈んだ後のねグラデーションがいいんですよね。あ、皆さんにお見せしましょうか。どうですか、いいでしょ。ちょっとね今手ブレ補正をオフにしちゃってるんで、画面がブレるかもしれませんけど、あと少しねあのこの夕空を見ながら、ビールを飲んで、チャリに乗って帰りたいと思いますチャリを押してね乗ったらいけないんだよね、チャリも飲酒運転があるから、チャリを押して帰りたいと思います。今日は皆さんどうも私の動画に付き合っていただいてありがとうございました。またお会いしましょう。それでは皆さん、チャオ。